スナックに設置されたダムのセットダムは第一交渉が運用する業務用通信カラオケシリーズのブランド。エクシングの通信カラオケ、ジョイサウンドとカラオケ市場を2分している。音楽や歌で世の中を元気にしたいという思いから応援の意思を込めたスローガン、シングフォースマイル歌って元気出してこうを掲げている。1994年4月発売。 通信カラオケとしては比較的高発であるが、1996年3月までに業界シェア主義の地位を確立し、それ以降現在まで一貫して業界主義である。ジョイサウンドやウガなどの多機種に比べて洋楽の配信数が多いのが特徴であるが、全体の配信曲数では少なく、特定ジャンルやマイナー楽曲には若干弱い面もある。 それでも2020年1月時点で最新機種のライブダムアイシリーズで約27万1000曲を配信しており、ジョイサウンドが得意とする東方プロジェクトの楽曲を原作としたアレンジ曲、ボーカロイド曲の拡充も進んでいる。2010年8月31日をもって ISDN 回線経由での配信サービスを終了。ISDN 回線ではセンター接続。 楽曲演奏などの全サービスが受けられなくなった。ISDN 回線で利用していた顧客が再びダムを利用するためには、ブロードバンド、またはアナログ回線への変更が必要となる。ダムシリーズダムシリーズ。型番は6400番台。1994年発売。2013年サービス。終了。サイバーダムシリーズサイバーダムシリーズ。型番は50番台。 2000年発売、2018年サービス終了。BB サイバーダムシリーズ BB サイバーダムシリーズ。型番は100番台。2003年発売、2018年配信終了。ダム G.0 プルミエダムシリーズプルミエダムシリーズ。型番は1000番台。2007年発売、ダム XG1000 ライブダムシリーズライブダムシリーズ。ライブダムシリーズ 2010年から展開を開始した現行シリーズである。2021年5月現在、第一交渉公式サイトダムチャンネルでは、ライブダムシリーズの内ライブダムレッドチューンライブ、ダムスタジアムライブダムスタジアムステージライブダムアイの4機種を現行機種として紹介している。第一交渉の企業公式サイトの製品一覧によれば、最新機種、 ライブダムアイ以外は生産終了となっている。ライブダムシリーズダム XG5000G ライブ、ダムゴールドエディションダム XG5000R ライブ、ダムレッドチューン初代ライブダムシリーズ。型番は5000番台。2010年発売。無印、ライブダムと、そのマイナーチェンジ機、ゴールドエディション、レッドチューンがある。ライブダムスタジアムシリーズダム XG7000 ライブ。 ダムスタジアム左上に第一交渉40周年記念バッジありダム XG7002 ライブダムスタジアムステージライブダムスタジアムシリーズ。型番は7000番台。2015年発売。ライブダムアイシリーズダム XG8000 ライブダムアイライブダムアイシリーズ。型番は8000番台。2019年発売。最新機種のフラッグシップモデル。 特定市場向けナイト市場等向けダム G70、R ダム G10、X2 ダム G10、W パーティーダムシリーズパーティーダムシリーズ。ホテルや宴会場、結婚式場向けに開発されたワゴンタイプ。エルダー市場向けフリーダムシリーズ。第一交渉が展開する高齢者向け音楽、両方プログラム、DK エルダーシステムに完全対応。福祉施設などへの導入向けモデル。 海外向けダム PD100、C デンモク PM シリーズ p m 1 0 2 d k p m 1 0 3 d k PM300、ZBCCM シリーズサム CM1000、DKCO モクダムステーション TM シリーズ、TM10TM20TM39 型リモコン、その他家庭用ゲーム機やパーソナルコンピュータなど向けに、家庭用の通信カラオケを展開している。 いずれも日本国内からのみ利用可能。採点カラオケダムを除き、歌詞ごと動画化したものをストリーミング配信する仕組みであり、一部機種でキーコントロールには対応するものの、テンポの変更やガイドメロディーの音量変更には対応しない仕様である。2017年12月時点で約13万曲を配信し、毎週約200曲が追加されている。ダムでは、 精密採点をはじめ、多種多様な採点コンテンツを用意している。独自のカラオケ統合システム、鉄人システムを採用しているカラオケの鉄人では、機種でダムも選択できるが、採点方式がダム標準の採点から、鉄人システム、オリジナル採点へ変更される。ただし2018年から導入開始されたダム専用ルーム、ライブダムルームでは、 鉄人システムの採点を使用せず、ダム標準の精密採点を使用できるようになった。ライブダムスタジアムまでに対応している採点は、8000から01で使用可能。ライブダムスタジアムから、b b サイバーダムまでの機種で、8000から02と予約すると、採点を甘めにする、機能、接待モードを使用可能。通常の採点ゲームランキングバトル終了時期は、不明だが、 両機種の配信寿命を伸ばすために終了したとみられる。ありがとうございます。